本日はありがとうございましたって、なんか俺が喋るの、まあ俺喋んなきゃいけないんだろうけど申し訳ないっていうか、だからもうそれだったら引退じゃねえ、やんな。あーマジで。はい、どうもキジチャンネルです。今回も引き続き、ジョーさんにゲストで来てもらってます。はい、皆さんよろしくお願いします。今回のテーマなんですけど、うん、まあちょっと自分ごとなんですけど、うんうん、12月に蒲田マールで、うん、俺引退して3年経つんだけど、うんうんうん、引退試合をやってくれるっていうものをずっと流れてて、コロナで、うん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 、で今年はやってくれるっていう話なの、うん、今日程調整してるんだけど、 そうなの、うん、それで、うん、ジョーさんもやってるでしょ、引退試合。ああ、引退試合やらせていただいた。うん、その時チームがある程度用意したでしょ。まあチームももちろん用意したし、まあ事務所でいろいろこう打ち合わせして、うん、でよくメンバーとかいろんなのやってる、調整して。あ、自分で？ああ、自分も入ってやってよ。ああ、うん、もうほぼほぼ丸投げ。あ、お前に、うん、ああ、それでメンバー集めなさいとか。そう、全部お金も集めてくださいみたいな。あ、お金も集めてくださいと、うん、でもさ、すごいじゃん。でもチームは やってくださいってことでしょ。そんななかなかないよ。ない。だってあれって昔基準があって、うん、でまあ J 何試合出場とか、うん、で代表何試合で、うん、それで引退試合ができるとかっていう規定があったんだよ。え、俺代表じゃないよ。大丈夫なの？いや、もう多分変わったのかもしれない。でも俺たちの時はそうだったの。あ、そうなの。そう、競技場はじゃあどうしますか。で、まあ俺横浜 FC で引退したから、うん、で横浜 FC のまあ今日発っていうのかな、うん、あそこ球技場を貸し切ってとか、うん、でじゃあこの貸し切ったお金じゃあいくらかかるとか、うん、まあいろんなの全部出してもらって、うん、そうでチームがまあその時スタジアムは出してくれたのかな。俺としてはもう3年も経ってるし、うん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 、なんだろう、自分のプレーを見せるっていうほどでもないし、うん、ね、だから要はイベント一つの、うん、イベントとして香川に、基本香川でやるんだけど、うん、香川でなんかこう日本代表の人たちが集まることなんて、うん、ほぼほぼないし、うん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 、だからなんかいい機会かなと思って、うん、で俺は主じゃなくていいんですよ。俺の引退試合なんだけど、うんうん、なんか普通にファール取られて俺が点決めるとかあるじゃん、うん、なんかできレースじゃないけどさ、うん、みんななんかこうやってくれるじゃん、うん、俺そんなの全然別に求めてなくて、うん、なんかどっかとどっかが、うん、引退したおっさんと、うん、例えばじゃあナスに頼んでナスのウィナーズと、うん、ガチンコ対決とか、うん、そういう企画をしたいのね、うん、俺としては、うん、引退試合っていう名目だけど、うん、まあ、俺もいるっていうだけで、うん、でなんかジョーさん的にやって、うん、こういうの やりたかったなとか、うん、なんかこうしとけばよかったなとか、なんかそういうのがあれば、うんうんうん、教えてもらいたいなと思って。あ、そう、うん、でもそもそもね、うん、もうその12月にやるお前の引退試合は、うん、お前が主じゃないと、うん、これはおかしなことだよ。おかしい。そう、だからその発想はいいよ、うん、ガチンコでじゃあナスのウィナーズと、うんうん、まあおっさんチームと集めてガチンコでやる、うんうんうん、これは他のイベントでやればいいじゃん。え、だってそんな機会ないもん。いや、だからお前は引退試合チームがやってくれるね、うん、これぜひこれ最後やってくださいよって言われてるのは、うん、お前があっての試合だからね、最後のお別れ試合だから、うん、ファンのサポーターの皆さんに、うん、木島亮介これでもう全て完結です、終わりですっていうのを見せる、うんうん、この趣旨なのね、うん、そうだけどお前が今言ってるのはこれ確かにイベントすごいよね、うん、すごいイベントだけど、うん、お前が主じゃなくていいっていうのはもうまずこれ自体おかしいのね。だってさ、例えばじゃあジョーさんがね来てくれるとするよ、うん、まだ何も聞いてないけどね、うん、いいよいいよ、うん、まあ聞くよ、まあ聞くよ、聞くよ、ね、うん、勝手に来てくれると思ってるから勝手にね、うん、予定さえ合えばと思ってるよ、うんうん、じゃあ来てくれるとするじゃん、うん、それなのに、うん、なんか例えば後ろに並んでる人たちが日本代表ですとか、うん、そうなった時に、うん、本日はありがとうございましたってなんか俺が喋るのとか、うん、まあ俺喋んなきゃいけないんだろうけど、うん、けどちょっと申し訳ないっていうか、うん、だからもうそれだったら引退試合やるな。あーマジで。だってお前の引退試合
なんだから。いやだからお前の、ね、お前を花を持たせて、うん、じゃあ協力するみんなで記事を最後送り出そうよと思って俺たちはじゃあ、ね、確かにそういうこと行くっていうことなんだよ。だからいろんな数々のこうねいろんな引退試合やってるじゃんみんな、で俺たちもこう呼ばれたりするんだよ、うん、だからそうなった時にいやもう気持ちよく最後ねじゃあその人をもう送り出そうよっつってみんなで団結してそういう試合やるの。あだから主はやっぱりお前じゃなきゃいけないの。そうなんだ。そうでも俺は行かないけどねちゃんと落としてきやがった。だけど本当そうなの。あそうなの。そうなの。だからそれは俺だったらまずいか。そうじゃないの。だってお前の引退試合だから。その時のそのねサポーターの人とかさ、うん、今まで応援してくれた人たくさんいるわけじゃない。まあまあそれはいるよ。でしょ。それはいるけど、だからその最後の優勝を見たいわけ。それでまあ元日本代表とかいろんなね、うん、お前のつながりの選手がそこにピッチに集まってくれたら、それはそれでまたサポーターも喜んでくれるわけじゃん、うん、ああ記事ってこういう人たちと仲良くてこういう人たちを呼んでくれた、うん、ね、この中でこう記事を最後送らせてくれた、それはサポーターも嬉しいじゃん。でしょ。そっち。だからもう考え方根本がもう本当におかしいからだね。もうスタッフドン引きだろこれ。うちのスタッフは12月やるんでしょ。12月って今調整中。一応ね調整ね、うん、俺もう12月いっぱい忙しいからダメだもん。グルピー予定教えて、うん、ちょっと難しいグルピー。でもさ、いろんな選手声かけようと思ってんの。かけようと思ってる、うん、決まったらね、日にちが決まれば、うん、決まれば、うん、でも早めに多分みんな言わないともう大変だぞ。はい。そう。その時やるんでしょ。そうです。うん。だからいいじゃん。ね、うん。でもお前送り出すってさ、まあ俺スケジュール合えば行くよ。そう。ああ言ったね。だけど、だけどさ、お前さ、うん、知ってる？こう引退試合って無料じゃないんだから。ちゃんと言ってくれ。知らない。知ってる知ってる。知ってる知ってる。だからあれ出場券とかも渡すんだぜ。うん。知ってる？俺の時の教えようか。え、一人いくら。いや、俺の時は。こっちでこうやってやって。いやいやもう。俺の時は一人これだよ。これ渡して、うん、で交通費は別途ね。うん、そう。で前日から来る人たちはもうそれホテル取ったりとか、いろいろしてチケットも取って家族のを取ってとかさ。だから相当お金かかるよ。神奈川でやったらやべえな、そうしたら。お金かかるよ。みんな泊まっちゃうもんね。いやそうだよ、お金かかるんだって引退試合は。でチームは何、お金も全部集めてきてくださいみたいなこと言ってんの。うちは無理ですよって言われた。あそうもうそしたらやんない方がいいよ。そふざけんなよ。やったわよ。競技場は、あ競技場は抑えてくれる。抑えてくれるだけ出してくれないの。いや分かんない。競技場ってお金かかるからな。そうだよね。そうだよ。いやでも多分出してくれないんだよ。いやだからかまた周りのそのフロントの、まあ、社長を含めてさ、やめろなしになったらやばいから、ね、いやいやもうそれはスタジアムはそんな木島のためにこれでチームが出してあげてくださいよそんなのねえ。え、そういうのってでもさ、うん、サッカースクールとかっていうのはさ、うん、ついていいもの。どういうの。その引退試合の前に子供たちとかをさ、うん、ああそういうのはいいんじゃない、ね、別にそれは何でもいいと思うよ、うん、だ俺の時はちょっと、まあ、テレビも入っていただいたから、うん、だからあのなんていうのフリーキック合戦とかさ、あそうなんかいろいろそういうタイム走競い合って何選手か出てもらってこうやるとかっていうのをやったんだけど、うんうん、でも全然スクールとかでもいいと思うよ。子供たちのために、うん、そういうのをぜひ来てくれた人たちにはやってほしいって言って、で1時間ぐらいこうみんなでグラウンドで最初ね教えてやって、うん、その後にそう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 、いい全然いいでしょ、いいと思う、うん、大丈夫。でも金かかるよまた、また、うん、また出場権は別だからね、別ね。でももうやれるってやった方がいいよねもうそこまで。そうそうそ う, そう、ね、いやだけど、ね、まあそういうのやったらいいんじゃない、うん、子供たちのためにやりたいでしょ。いやそうだよね、うん、だって四国の子供たちがさ、うん、日本代表の人と接することなんてほぼほぼないからね、まあ、そうだね、うん、たくさん応援してください皆さん、ぜひね、お願いします、ね、いやだからさ、あれなんだっけ、あのやり方あるじゃん、なんかさクラウドファンディングみたいな、うん、クラファンやってそれでこういう引退試合これ決定しましたで、クラファンでぜひ皆さんね応援してください、うん、でね、一口いくらっていう形でやってさ、うんうん、で何口以上してくれたら木島の記念タオルとか作ってさ、うん、それをプレゼントしますとか、うん、記事サインしてさプレゼントしますとかさ、うん、そういうのやったらいいよね、うん、確かに、うん、それはやります。そう、はい、であとはまあ出場もし決まる人たちがいたらその人たちに話して、うん、でみんなこうちょっと大きめの色紙にねサイン欲しいと、うん、でこれクラファンの人にあの何万円以上くれた人にはあげたいんでって言ってる人は、そういうのをやったりすると、うんうん、
嬉しいじゃん。そうだね。でもそれしかないんだから、その時のメンバーってさ、うん、一生集まんないじゃん。そうだね。そうだ、貴重じゃん。確かに。だから俺はさ、あの木島引退試合っていう、こうシール作ってあげるから。本当？シール作って色紙ね、色紙プレゼントするよ、こんなちょっと大きめの。でそれに全員サインしてもらえばいいじゃん。ふざけてるの？いや本当本当だよ。これは本当だよ。だからクラファンやるならそういうのいいよ、俺出してあげるよ。本当？でそれにみんなこう集まった選手にサインしてもらって、じゃあ5万円以上もらった人にはそれをプレゼントするとかさ、うん、やっておけじゃん。いいよ。ありがとうございます。うん、だからそうしたらね、うん、いいじゃない、いろいろ助けてください。そうだから、それはもう本当にまあ俺は入んないだけどね、このね、はいはい、そうだけど、そういうのをやったらいいと思う、うん、でもこの記事チャンネルでその引退試合に向けてもずっとこうやってた方がいいと思いますよ。ああ、そうですね、はい、今こんな感じとか、はい、うん、そう、あとスポンサーさんも一社募集してますとかも、うんうん、自分のチャンネルでどんどんこう発信してった方がいいと思います。ね、でやってって、で結局引退試合までに、まあお前今やってるんでしょ、プレーもしてるんでしょ、ちょっとちょこね、だから体をね、そういうところを取ったりとかさ、そこに向けてちょっと今トレーニングしてます、はいはい、そういうのやったらいいよね、うん、そしたらこう応援したくなるじゃん。まあ確かにね、ね、あの引退試合への道みたいな感じにしてさ、うん、ちょっと少しずつこう入れていくとかっていいと思うよ、うん、まあ、だからそういうのやってください、ぜひ。はい、ね、ます。いやでもありがたいじゃん、だってチームもさ、一応ね、まあ抑えてくれるみたいなことは言ってるまあ俺からしたらふざけんなって話だけどね。だから讃岐のそのチームはね、かまどまればちゃんと本当にできればね、本当にグラウンドとかぐらいは、スタジアムはチームで持ってくださいって話だ、ね、だから俺ちょ社長に言いにくからね、おかしいでしょって、引退はしてもいいよみたいな、してもいいけど俺たち何も知らないからねみたいな、じゃあダメじゃん、ちょっとは手伝ってくれますよみたいな、わかんないけどね、 どんだけいざ決まって動くってなったら、うん、そうでしょ、うん、どんだけ動いてくれるかわかんないけど、そうだよ、そう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 、ね、そしたら違うところでやった方がいいよね、別にお金さえかけるんだったらね、違うところでやった方がいい、そうか、帝京高校でやるじゃん、帝京高校、帝京高校、西岡ね、西岡ね、西岡確かに、そうだよ、あ、そういう思うのか、あ、でも許可をしてくれなかったらダメなんでしょ、でも勝手にやっちゃうみたいな、だからえ、そんなのありなのじゃあわけわかんないって、勝手に引退試合みたいな感じでいいじゃん、面白いじゃんそんなのありなのかな、まあだからその辺も調べた方がいいだろ、うん、ね、そうですね、だけど、うん、そういうのをやるんだったらもうぜひ私たちも応援しますから、はい、はい、よろしくお願いします、ね、今後もいろいろアドバイスと、はい、とんでもないです、ご協力を、うん、あとはもう人の写真とか勝手に使わないことね肖像権の問題があるからね、だからいっぱい写真ください、いやいや、お願いします、はい、バンバン使いますいやでも本当にね、うん、こういう案が話が出てくると思わなかったからね、うんうんうん、まあでも本当にね、ぜひ実現してほしいね、はい、うん、思います、はい、今日はジョーさんから、はい、またアドバイスを、いやいや、いただきまして、ね、うん、もうこれっきりですね、あのコラボは、うん、いいよ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 、バンバン使ってやる、楽しんでやる、でもね、久しぶりに会ったからね、そうですね、はい、ということでね、本当ですね、はい、でゴルフもお願いします、はい、そうですね、はい、はい、じゃあ今日は本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました、じゃあジョーチャンネルでした、違う、ジョーチャンネルでしたじゃねえよキーチャンネルでした、そうです、はい、今日はありがとうございました、はい、チャンネルでした、ありがとうございます、はい、じゃあ皆さんさよなら、じゃあ